シェーン・ディー・マックはアメリカ合衆国の元メジャーリーガー、プロ野球選手、カリフォルニア州ロサンゼルス出身。カリフォルニア州立大学では1984年にロサンゼルス五輪に出場して銀メダルを獲得。1985年のドラフト1位でサンディエゴ・パドレスに入団。1990年にミネソタツインズに移籍。1992年には 日米野球の MLB 選抜代表で来日。1994年から1995年の MLB ストライキの影響もあって1995年1月5日に総額8億円の2年契約という当時としては、破格の条件で読売ジャイアンツに入団。前年は規定不足ながら打率333.15本塁打と活躍していただけあって、 大いに期待された。もっとも獲得が決まった際、激戦。スポーツトゥデイで青田昇は、サッカーワールドカップの影響での人気低下を危惧した MLB が飛ぶボールを採用し始めたため数字を額面通りに評価できないと述べていた。巨人では1年目は主に一番打者として、走攻守3拍子揃ったプレーでメジャーリーガーの実力を発揮し、2年目には クリーンナップを任され、終盤には故障離脱した落合博光に代わり4番に起用される。非常に真面目な選手であったことでも知られ、メジャーリーグ出身にありがちな日本を見下すような態度を取らず、落合の打撃に関して感銘を受けていた。打撃では、左キラーと呼ばれ、佐藤主に強く俊足を生かした守備力があり、 ダイビングキャッチやフェンスに激突しての候補など数々のファインプレーを見せた。しかし、かなりの弱型であり、日本シリーズではその点を突かれたり、推定年俸4億円の高級がネックとなり、2年間の在籍後の1996年10月31日に対談が発表された。1997年にボストンレッドソックス、1998年に オークランドアスレチックス、のチカンザスシティロイヤルズに移籍し、1999年に引退した。なお、巨人は1997年に、マックの後釜として入団したルイス・サントスが、期待外れに終わると、その後も外国人獲得の失敗を繰り返し、また、NPB 他球団で実績を残した外国人野手の獲得に重点を置くようになったため、1996年の、 マック以降、NPB 他球団への在籍経験がない巨人の外国人野手が規定打席に到達した例は2013年のホセロペスまで現れなかった。ありがとうございます。